何でもいいから入りたい。10位でいいから。そういうこと言っちゃダメか。10位が良くないか。やっぱさ10位以内に入ろうと思ってたらさ、さっきのさ池越えはさ、やっぱさグリーン狙わないとダメなんだよ。カウントバックでやられちゃうから。その勝負でないと。そういうこと？そうだよ。去年さ、私とココロちゃんはさ同スコアだったんだよね。そうです。私が9位だった理由はあそこで狙ってバーディー取ったの。最終ホール。そうなの？そう。そこのバックで負けたの。そう。あれバーディー取れる？あの池越え。無理無理。狙うんだよ。今年もあそこボギーな気がする。すごいチーピンだったから去年、うん、とにかくさ左行ったらアウトじゃん、うん、でちょっと右手をクリックしてるからでも左に打ちたいじゃん、うん、あのカート方面だよね打ちたいの。そう。あのだってポコポコ超えると楽じゃん。あと去年はねポコポコ超えないで手前で多分ユーティリティかなんかでティーショットしたんだよね。私がいいの？いいよ。だんだん前に出てない。、うん、どんどん前に出ていく精神だから。一番最後ユーティしたんだけど、攻めのゴルフだから。攻めのゴルフあるから。ナイス。球筋違うね。球筋違う。完璧。ナイス。あんなとこ打てなかったっけね。あっちじゃないよ。ポコポコ。やめて。あ、大丈夫大丈夫。ナイス。なんかよく肩回るよね。なんか全部が回っちゃってる。本当にこっちに胸の面が一回ちゃんと向く。うん。あ、肩回すんだって3、4日前ぐらいに気づいたんだよね。10年間ゴルフやってきて。なんかね、分かんなかったんだよね、上半身のこと。でも昔回ってたよね。本当に。いや、回ってたっていうかさ、なんか昔ってさ、誰も考えてないからさ、回るんだよね。なんか怖くないし、うん、その回りたいだけ回っちゃうじゃん。触れるし、回れるしさ。肩だったのかな。どこが回ったのかよく分かんないけど。昔この辺にあったよ、エイカちゃんヘッド。そう横峯桜張りのね、うん、本当に本当にすごいここにあったので。今は全然だもんね、この辺だもんね。今この辺だいぶに収まりがよく、うん、アイアンは全然オーバーじゃないよ。この間なんか分析してたんだけど家で。本当にエイカちゃんはオーバースイングが治ったのはなんでだろうと思って。私のこと分析してたの家で。してた。怖いんだけど。勝手にしてた。うん、みんなが上手くなっていく秘訣、自分なりに分析。いいわけだからね。運を使いすぎない。戻れ。越えろ。結構遠い。いや。そんなことない。そんなことない。多分今のも越えてたら結構横まで行ってたはず。曲がりがなければ届いてる。よかったよね。いいよ。あーちょっと右に捨ててる。でも失敗じゃなくなった。大丈夫だ。うん、ナイス。ナイスオン。いやー変な打ち方した。でもナイスだよ。どうして？
でみたいな。もう一個。うん。なんか全部さ、手前で切れて右に抜けてる気がするから。スライスをスライスで打ってるかですよね。スライスをスライスで打っている。あ、だから深いね。あの大きめのインラインなのにカット打ちで打ってさらにスライスを。私前それ注意されたんですよね。なんかそれ特訓して。これ、うん、いや、ここに一回構えてで、右に重きし出していくイメージ、うん、で、行きたいです。理想と現実。いいじゃん。現実わーい。なる。完璧なんでた。完璧だよ。見られました。見てる、うん、ポコポコの前。え、ダメダメですか。いいんじゃないですか。え、やっぱ普通は刻むよねの方が。まあでもやってみてください。はい。攻めの精神。やめましょう。やめましょう。なんかでもエリカさんの攻めとは違いますよね、これ。エリカ攻めではないですよ。私でもあれはしない。違った。ちょっと違った。あ、でもその息です。事件です。完全に事件。マジ空振りあるよ、空振り。めっちゃ深いし。うまいよ。うまい。思ったよりもスピンがかかったかな。あ、違うし絶対これ。やめて。もうバターがトンチンカン。うまいね。イエーイ。ありがとうございます。出たよ、スライスライン。外せ？外さない。外さない。強かったらね。合わせるんだったら外してもいいと思う。縁。よし。ナイス。ナイス縁。雨降ってきたかね。完璧。なんかすごい打ち方しちゃったよ。届いてそうだけど。なんだろうな。なんかラフの時体が浮いちゃう。すごい。でもなんかまっすぐ行っちゃったね。ゴー！オッケー！ナイス！
決勝ってことでお願いします。今日だったら10位入るな。ナイス、お疲れ様でした。ありがとうございました。おかげさまでいい練習ラウンドになりまして、ただやっちゃいけないことになっちゃいましたね。普段よりいいスコアで回ってしまったので。そんなことないでしょ。いや結構そんな感じ、結構やばい。多分ウエストでベスト。嘘、絶対ウエスト出しちゃった。ウエストのベスト出しちゃった、39とだって42だったらいいかな。81。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いい練習ラウンドになりまして、はい、まあ、やれることはパター練習とか、まあ、細かいこと大きくは変えれないから、そうね、ちょっともうちょっと今日とは突拍子もないことが起きても対応できるように頑張って、メンタルをね、特にメンタルを鍛えていきたいかな。そうね。よく寝てよく食べて。よく寝てよく食べて。はい。人間の基本を。レコちゃんは。久々の実は出演なんですけれども、全然変わったよね。変わったかな。変わったよ。 だって1年前は全然違ったもん。相変わらずセカンドドダ振りとかしてるからあんま変わんないかもしれない。いや確かに初めて出してもらった時は多分100切れない時。そうだよ。しかも多分レディースティーだよ。じゃあ頑張ってね。まあ今年も10決に入って、はい、名前を残すことが目標ですね。頑張ってください。しぶとく頑張ります。しぶとく頑張ります。はい、ありがとうございました。バイバイ。 YouTube のこれ小さくなってYouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。